こんにちは、浜野です。ギター上達のヒント、今週は効率よく練習するためのヒントっていうことでね、お届けしてますけれども、今日はその第2弾として区切るというテーマでお話ししていきます。はい、まあ、区切るって何を区切るのかというと時間ですね。はい、時間をしっかり区切って練習していくと、まあ、効率良くなる場合が多いんですね。で、これはまあ昨日お話しした、まあ、決めておくっていうことでね、その練習のメニューを決めておくっていうこととも通じるんですけれども、まあ時間をしっかりね、区切っておくことで、まあ結構集中力がこう高まるっていうね、傾向ありますのでね、ぜひともまあこれも実践してみてほしいなと思うんですね。で、例えばまあ30分練習時間がある、あるいは1時間練習時間がある。ね、その練習時間の中で、まあ、漫然と30分。漫然と1時間過ごすと、まあ、なかなか焦点が絞りきれないまんまね、気がついたら30分過ぎてた、1時間過ぎてたっていうふうなことになりやすいんですね。ですからそうならないように、まずは最初の5分でこれをやる、あるいは最初の10分でこれをやる、次の5分でこれをやって、次はまあ15分かけてこれをやってみたいな感じで、まあ、そういうまあタイムスケジュールですね、時間割をしっかり作ってやっておくと、まあ最初の項目が終わって次の項目に行くっていう、そのメリハリとかね、気分転換がしやすくなるんですね。で、一つこれ終わって、じゃあ次これ進んで、で時間が来たからこれをやって、ね、そうやっていくつかの項目をこなしていくことで、まあ練習がねこう進んでいってるっていう実感も持ちやすくなります、ね、ですから結果的にそういう意味合いでの、充実感みたいなものがねこう得やすくなるんですね。で、まあ、これを、やっぱりね、決めておかないで、で、時間も区切らないで、だらーっと30分なり1時間なり、あるいはもっとね、時間取れるとき長い時間でもいいんですけども、それだらーっとやってしまうとね、なんか結構時間かけた割に、あんまりなんか充実感なかったなとかね、こう進めなかったな、成果感じられなかったなっていうことになる確率が高いのでね、まあ、ぜひともそれはね、避けておく方がいいんですね。はい。ですから、まあ、時間をしっかり区切る。そして、できれば、単にね、じゃあ最初の5分って決めておくだけじゃなくて、何かタイマーか何か使って、本当にね、その時間が来たらピーッとなってですね、そして、じゃあそれで次行こうっていう、その、まあ、切り替えのね、何かお知らせを使う方がいいです。キッチンタイマーみたいなものでもいいですし、まあ、最近だったらスマホにね、大体そのタイマー機能あると思いますから、そういうのを使ってね、なんか、時間が来たらピーッと何かアラームが鳴ると。ね、それでじゃあそこまた、次の練習入って、でまた時間が来たら次のアラームが鳴ってっていう感じでやっておくと、まあ本当に具体的にね、その切り替えが感じられますからね、区切りが分かりますから、よりね集中力をこう高めるのに役立つと思います。で、例えば、まあ、5分でも10分でもいいんですけど、それ決めといてね、でこう練習していきますよね。で、残り1分とかね、なってきた時に、あ、もう1分しかない、だからここの1分の間になんとかちょっと区切りのいいところまでやってしまおうみたいな、そういう、まあある種の、まあこれある種の焦りでもあるんですけど、ね、まあなんとかこの時間までにやりたいっていう、まあ締め切り効果みたいなもんですね。はい、そういうのがある方がね、そこでぐっと集中力高まったりしやすくなるですね。まあ、あんまり焦りが行き過ぎるのは良くないんですけども、ね、だけど焦りも使いようです、ね、そういうのを知っといて、上手に使うと、その集中力を高めたりね、あるいはなんとかここまでやりきるぞっていう、その手の意欲を高めたりするのにも役立ちますからね。はい、だからまあ行き過ぎた焦りはもちろん良くないですし、それでなんていうんですか、ある種の脅迫観念みたいなね、そんなのにこう取り憑かれるような感じになるとそれは良くないんですけども、まあ、そうではない範囲でね、今あえてちょっとまあその時間区切って、じゃこのね、1分の間にどれだけ、集中できるか、ね、なんとかこなせるかどうかやってみようっていう、まあ、軽いちょっとしたゲーム感覚でそういう焦りも利用できるとね、集中力高めるのに役立ちますからね。何でもそういう意味で使えるものは何でも使った方がいいです。ね、ですからまあそういうちょっと締め切り効果も狙って実際にタイマーを鳴らして、で時間を区切ってやってみる、ね、これね、ぜひ本当にやってみてください。本当にやってみると結構効果があることがね、実感できると思いますので、ね、ということで、まあ、今日は以上となります。この区切る時間をしっかり区切ってね、で、タイマーなんかを使いながら、ね、その時間内に集中するっていう習慣も一つね、つけてみてください。はい、それでは本日以上となります。最後までお聞きいただいてありがとうございました。